してライスさ。クライン、あなたなの？変わったデータを検出した。そちらに何か異常は？ここはとても静かで周りに敵はいない。これがあなたの言う異常？不足したデータによるとそれは違う。奇遇ね。私の目もそれを補足したわ。おかしい。そちらから急に多くの廃棄データが送られてきた。対応するから少し待ってて。その前にあの敵たちに近づかないように。クライン、何か進展は？ここの環境ますますおかしくなってる。いい、臨時プランで対応する。その付近にその光る植物が見えるはず。植物？植物に明かりを灯すことでそのエリアを一時的に空間を安定させるデータユニットだ。植物はそこの環境に合わせるための表現形式に過ぎない。特に変化はないみたいだけど。いえ、送られてくる廃棄データは減少してる。引き続きお願い。うん、いい。廃棄データの受信も一時的に中断された。肉眼で判断できる内容を繰り返す必要はないわ。もし今あの敵たちに近づいたら私の視野は影響を受ける。決戦の敵だ。観測結果を見る限り大丈夫かと。え、待って、これはクライン？燃えろ。聞こえてる？クライン、クライン、どこに行ったの？私たちと同じ道を歩いてほしくはありません。私たちがいつ何のために転んだかをあなたは知っているはずです。決戦の時は来た。
決戦の時が来た。あなたに協力できることは限られていますが、魔物も殺せばいい、隠れた災いも殺せばいい、すべて。
刹那の境界に至っても心の迷いを断ち切ることは難儀じゃ。その点において汝はわらわよりずっと上手にできておる。さっきは何があったの？どうして通信が急に？あ、ちょうどよかった。実験体、あの異常現象の原因を見つけた。しばらく遭遇しないと思う。それで一体どこが悪かったの？楽園の転校システムだ。転校？うん、記憶の中の転校を再現することも楽園の基礎的な機能の一つ。理由はわからないけど、楽園の自動防御システムと結びついてたんだ。つまり律者エネルギー反応を検出した時、楽園の転校も一つの防御措置として機能した。その結果あなたは異常事態に遭遇したというわけ。とにかく今は解決したのよね。うん、この問題を徹底的に解決するにはまだ少し時間がかかるけど、でもそのメカニズムを修正したから。簡単に言うと、似たような状況はあまり発生しなくなる。